続きまして、アリリンちゃんこと塚崎ありさちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、だいぶ学校、今日学校だったんですよ。で、入学式終わってやっと帰ってきました。そしたらね、フレッシュさんにお会いしてちょっと緊張してね、踊ろうかと思ったんですけど踊るのやめました。ということでアニソンでいきます。それでは聴いてください、コネクト。交わした約束を忘れないよね。を閉じてしかめる押し寄せ悩み振り払って進むよ。私ここでまた見ることできるの。溢れ出した不安の影を何度でも裂いてこの世界歩んでいこう。とめどなく刻まれた時は今始まる。つで変わらない閉ざされた扉開けよう。目覚めた心は走り出した。未来を描くため難しい一年たちの待っても、空は綺麗なお皿いつも負けて触れるだけ怖くない。つけば優しく包まれてた。何もかもが歪んだ世界で唯一信じれることが救いだった。喜びも悲しみも分け合えば強まる想い。この目覚めた約束忘れないよね。を閉じ確かめる押し寄せ悩み振り払って進むよ。どんなに大きな壁が立っても越えてみせるから、きっと明日信じて。初めましての方がいると思いますが、アリーこと塚崎ありさです。お見知りおきをお願いします。もう、いや、見たことある人いるな、ぼちぼち。ありがとうございます。引き寄せられるようにたどり着いた。目覚めた心は走り出した。未来を描くため難しい一年たちの待っても、空は綺麗なお皿いつも待ってて触れるだけ怖くない。
アリリンこと塚崎ありさです。よろしくお願いします。はい、私なんかすごいアウェーな感じしましてね、私ただ一人アイドルじゃないっていう感じですごいアウェーなんですが、ね、ちょっと得意でもないですけど、アニソン好きなアニソンと、まあ、昔歌ってたアイドル曲でダンスがないものを追ってきましたので、よかったら盛り上がっていただければなと思っております。ここで告知を一つだけさせていただきたいと思います。4月の10日あさってですね、日曜日なんですけれども、萌えモールというウェブ札幌のイベントがございまして、そのイベントに私がトップバッターで出演させていただくことになりました。で、このイベントはですね、私はまあアニソンメインで今はやっておりますので、アニソンを歌わせていただくのですが、アンダーバーというウェブ札幌のカフェ&バーがありまして、そこと一緒にロリポップユニコーンのポップコーンだけを出店させていただきますので、よかったら食べに来てください。私もうまいでしょ私もそこのロリポップユニコーンでポップコーンの店員として、なんだろう、当日いますので、よかったらお願いします。ということで、まあ、美味しいですよ、美味しいですよ。知ってるよ。知ってます？昔ラフィラの地下の方にあったんですが、行ってました、行ってました。多分時間帯が合わなかったはい、で、揚げパンもそこに売ってまして、一番美味しいと言われていたハムチーズレタスがもう近々復活しそうなんですよね。復活したら食べに来てくれますか？やった、ありがとうございます。ということで、次の曲、2曲続けて聴いてください。沈めた乾くでもない
抱きつめて強さに変わってゆく私はもう何も怖くはないから皆さんのスタティアでした。君への片思い夕焼け色に焼き付けるこの場所いつも忘れないよ。
ございます。はい、ということで早くもラスト1曲となってしまいました。長いはい、ありがとうございます。はい、ちょっと私ステージドリンクというものを買ってくるの忘れてはぁーってなってますが、最後の曲は盛り上がれる曲を用意してきたはずなので、多分あれなのかな、あのみんな絶対知ってる曲なんですよ。どの界隈でもやってるはずなんですよ。なので大声ダイヤモンド、そう、大声ダイヤモンドね、やろうと思ったんだけどフレッシュさんと一緒だと思ってちょっと下げてきちゃったいや全然ということで、まあラスト1曲の曲を歌う前に覚えてほしいことが一つあります。何でしょう。あの、私に続いて繰り返してください。いいですか。いいですか。5月の4日テレビ塔でウェブ札幌主催のマジパをやります。イエーイ。すごくないですか。テレビ塔、初のテレビ塔でアイドルイベントを行います。イエーイということで、5月の4日テレビ塔でマジパン覚えておいてください。で、私は、8割運営の2割ステージですかね。あの、一応あの、まあ、ザゴシュのゆうなちゃんわかりますか、あのウェブの子なんですけどと、あの半分半分ずつで、ね、運営交代しながら出るので、よかったら、よかったらじゃない、絶対休み取って来てください。無理です。いや、来てください、来てください、来てください。水曜日、緑の日ですね。テレビ塔の、あの、なんかこうあるじゃないですか、テレビ塔が。で、ここら辺とここら辺になんか居場所があるじゃないですか。ここら辺でやります。ここら辺でやって、まあ、ワンチャンあれば、あの、出演者さんと一緒に展望台行けるかもみたいな。ここでやります。ここで、で、ここで、ここでアンダーバーとルリポップユニット、ルリポップあったっけ、アンダーバーやります。1階でアンダーバー、2階でステージがあって、展望台にワンチャン、ワンチャン展望台ということで、5月の4日テレビ塔でマジパ覚えていただけましたでしょうか。え、覚えて覚えて、5月の4日緑の日だよ、緑の日でテレビ塔で覚えておいてください。それでは最後の曲いっちゃいます。聴いてください、初恋サイダー。キスをあげるよ、今気づいた想い、どんな言葉でも足りないから。いくよ。友達の時間が長かったせいで、あなたの癖が正確だって、他も子より知りてと、ああ、口出して恥ずかしがりやな、あなたをもう立てられないの。キスをあげるよ、そんな作戦らしくない、天狗は今日とめつかってないの、この恋だけは負けらない。はぁ、どう歌うんだ、あなたのこと振り向かせたいから、勝負かけるの。キスを
一度もしそんな後悔せず今すぐに飛び越えたいの。キスをあげるよ今さら好きなんて言葉より効き目あるでしょ。あなたにだけはそこ教えてあげる。胸の奥小さいつぼみのぬくもり感じて。ありがとうございました。以上、アリリンこと塚崎ありさでした。ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ声かわいいそう、ここでさっきも聞いた質問、最近ハマっていることは、はい、ハマっていること、あの正直に言いますと、ちょっと宣伝見たくなっちゃうんですけど、本当に正直に言いますよ。あのアンダーバーっていう、なんかまあサイバーシティの向かいくらいにあるところにあるんですけど、はい、そこのポテトが普通のポテトじゃないんですよ。どんなポテト？あのじゃがいもあるじゃないですか。輪切りにするじゃないですか。輪切りっていうか、まあキュウリで言うとあのペッペってきてバー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 って切る感じ。ペッペですね。それでそれで。なんですけど、じゃがいものそれバージョンで薄く切ったやつをそのまま揚げるんですよ。あ、ポテチみたいな。ポテチみたいなんですけど、ちゃんとホクホクじゃがいもなんですよね。それに。まあ、お塩だったりマヨネーズだったりケチャップだったりつけて食べるっていうのがすごいハマってて、美味しそう。え、いくらそれ？美味しい。それで400円です。400円。でじゃがいもが3つほど入ってるはずです。まあまあそんなもんだよね。そんなもんですね。なもんだよね。お腹減ってきたね、みんな大丈夫？それが美味しいんですよ、ね、店長のおすすめだと思います。いや、私が推してるだけかもしれないいや、そんなポテトみんな食べに行きましょう。イエイイエイはい、それでは塚崎アリちゃん、アリちゃんだってアリちゃん、アリサちゃんでした。ありがとうございました。アリちゃん